マダラという存在がこの世に生きているのではないか。世界は恐怖する。その名が力なんだ。ウチハマダラだ。マダラはその力を使い、あらゆる忍び一族を次々に束ねていった。全てに裏切られてな。俺は利己的な欲求に突き動かされていると叩かれ、それどころか己の命を守るために弟の目を奪った欲深い兄だと蔑まれた。どこに好き好んで弟を傷つける兄がいる。だったら兄弟は死んでね。見守ることもできなかったくせに。決めた。ここに俺たちの集落を作ろう。その集落は子供が殺し合わなくていいようにする。アシラマよ、俺たちの言ってたバカみてえな絵空事には所詮届かねえのかもな。少しの間だったが楽しかったぜ、アシラマ。それから俺たちは戦った。成し遂げたかった夢から。いざ、しっかりしろ。必ず助ける。許せ。休戦協定の書状を送ったはずだ。ウチハを守るなら、もうこんな戦いはやめようぞ。俺はただウチハを守りたかっただけだというのに。マダラ、俺たちは友達だった。そして同じ夢を見た。でけやしねえのさ。だったらなぜいつか死んだ。届いたのさ。捕まおうとすればできないことはなかったんだよ。うちは兄弟すら守れなかったこの俺。もうお前に兄弟はいないが、この里の忍びたちは皆お前の兄弟だと思ってほしい。お互い死なねえ方法があるとすれば、兄弟の杯を組み交わすしか。始めるか。救世主として
それを乗り越えた新たな世界を作る。戦いを実感できるぞ。この血の味、この痛み、何か何かを犠牲にしてしまう。友であろうと兄弟であろうと我が子であろうと、人々から苦しみ痛み虚しさを切り離した。これがお前の理想の世界か。まやかしを与えただけだろう。こんなの嘘っぱいじゃないか。世界の救世主たる俺がな。柱が…か…この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。お前も、俺も、望んでも届かない。この世の因果を断ち切る。俺の夢はついえた。先のビジョンが見えてないと。まずはこの考えを捨てねえこととは、自分に力をつけることだろうが。そう簡単にいくか。俺たちの生きてる間にできることは知れてる。相変わらず甘いな。長く生きれば生きるほど、現実は苦しみと痛みと虚しさだけが漂っていることに気づく。伊豆名はどうした？この前の膝元で弟は死んだ。この現実こそ地獄だろう。どうすれば俺たちを信用してもらえる？いつも楽観的だった。まだな。お前はやっぱり情の深いやつだ。だがそれが正しいのかもしれんな。まだな。俺たちは友達だった。そして同じ夢を見た。お前の夢はまだつながって柱は、いつまでガキのようなことを言っている。俺たちは忍びだ。いつ死ぬかも。お互い死なねえ方法があるとすれば、敵同士腹の中見せ合って隠し事をせず、兄弟の杯を組み交わすしかねえ。腹綿を見せ合うことだってできやしねえのさ。ここに俺たちの集落を作ろう。その集落は子供が殺し合わなくていいようにする。これから犬が現実になる。だが互いに死ぬ。今ならただ戦友として酒を酌み交わせる。